せーの、ロミラジ腸活研究家の汗川ロミです。明日の元気を作る10分間、本日もよろしくお願いします。エンタメ系企業の会社員をしながら、腸活 YouTuber として情報発信をしたり、腸活検定や発行の通信講座のプロデュースをしたり、パラレルな働き方を目指して、日々挑戦しています。私の人生の目標は、 お腹から元気でポジティブな人を増やし、自由に自分らしく生きる人を応援することです。このラジオは、腸揉みをしながら聞くことを推奨しています。腸揉みのやり方については、長谷川ロミの YouTube や、このラジオの概要欄を見てみてください。それでは、腸揉みタイム、スタートです。 えー、今日はですね、ちょっといつもと違う YouTube のお話をしたいと思います。私は、長谷川ロミの腸活研究所っていう YouTube を運営しています。今現在の登録者はだいたい7000人ぐらいで、もうゆっくりゆっくり見てくださる方が増えてきた感じなんですよ。本当にね、YouTube って難しくて、 日々格闘中です。今回は YouTube を始めたけど、コツコツした伸びしかできていない私なので、同じようなコツコツ仲間に向けての <laughs>、なんていうか相談会みたいになっちゃうんだけどさ、最近すんごい深く感じたことがあったので、ちょっとお話ししてみたいと思います。 YouTube を始めると、まあ、いろんな人からこんな話を聞くと思うの。YouTube のチャンネル登録者数を増やしたいなら、YouTube を見てくれている人が見たい動画を出すべきだ。自分がやりたいことを出す、出すべきではないっていう話。昔さ、ー覚えている方もいらっしゃると思うんだけど、 YouTube が CM を流してたんですよ。見たことありますその時のキャッチコピーが好きなことで生きていくだったんだよね。でもこれって本当に多くの有名 YouTuber さんたちが解釈の仕方がなんか難しいっていうか罠があるよって結構おっしゃってて 好きなことで生きていくって言われたら、もうその主語は自分だと思いがちじゃないですか。自分の好きなことで生きていくって思うでしょでも違うんだよって。実際にチャンネル登録者数が100万人超えている YouTuber さんたちは、ほんとよく言うのよ、これ。自分の好きなことで生きていくじゃなくて、見てくれる方たちの好きなことで生きていくが本当だって。 自分の伝えたいことを伝えちゃダメだよ。そんなことしてたらいつまでたっても見てもらえないよって。ほんとよく言うんですよ。この話を初めて聞いたとき、ほんとそうなんだろうなと思ったの。だから、すごくその YouTube を育てていこうとしたときに気にしていた言葉なんです。そう。これを心がけて模索してたんだけど。 最近思うのは、どうやらこれもちょっと誤解しがちなのかなって。まだ私登録者数が7000人ぐらいですけどうーん、なんかね、最近ちょっと思ったんですよ。これ、視聴者さんの好きなことで生きていくじゃなくて、本当は自分の視聴者さんの好きなことで生きていくなのかもなと思ったの。 まあ、よくよく考えてれば当たり前で、なんかこんな誤解をしがちっていう私もちょっとどうかなと思うんだけど、<laughs> そう、そういえば、この視聴者さんの好きなことで生きていく論を語る YouTuber さんたちは、まあどっちかというとエンタメ系の人が多いんですよね。 私自身がエンタメ系のユーチューバーさんたち結構好きだから、どうしてもそっちの方々の話が耳に入ってくるんだけど、私みたいな、なんて言うんだろう、一応、腸活専門チャンネル、うん、専門的てって書かないんだけど、うん、最近は、それこそ視聴者さんから購入品紹介とかが求められている気がして、まあ、 アラフォーの腸活女のライフログ的な <laughs>、そんな感じのテイストも、まあ、テスト的に入れてはいるんだけど、そう、こういう、どっちかというとエンタメ系っていうよりかは、ライフ系の身近なチャンネルの場合、YouTube 全体で流行りやすいことをテーマにしても、ちょっとね、あんまうまくいかないんですよ。まあ当たり前なのかな当たり前かも。 ちょっとね、今更本当に自分のこととして実感しました。例えばさ、私のチャンネルだとコンビニ系の動画ってあんまり見てもらえないんですよ。他の動画でさ、他のチャンネルでコンビニ飯の動画って結構多くて人気だからコンビニ腸活をテーマに動画を作ってみたんだけど、あんまり良くなくって、 比べちゃうとさ、他の、例えば、カルディとか、成城石井とかの購入品紹介動画の方が、全然見てもらえるんですよ。でもこれってさ、よく考えたら当たり前で。私自身も、コンビニより、カルディとか、成城石井とかでお買い物してる方が、テンションも上がるんですよね。結局さ、 私の動画を見てくれている人は、私と好きなものが似ている人が多いっていうことなのかな関係ない <laughs> 結局なんか周り回って、あれみたいなことにちょっとこの前なって。うーん。だから自分が好きなことをやっちゃダメだ。視聴者さんが好きなことをやらねばって思うあまり、なんか自分から意識が離れすぎて、 自分の想像上のなんか本当はいない視聴者さんに合わせて動画を作っちゃってて、意外と視聴者さんは自分と似ていたっていう、なんていうの本末転倒なことを今やってしまっているかもしれないって思ったんですよ。 いやー、なんかもう私の場合、不器用すぎるので、もしかしたら自分が好きなことを素直に発信した方がいいのかもしれないって思い始めてきちゃった。本末転倒かな。<laughs> そう、ちょっとね、まだね、答えが出てないです、これ。もっと言っちゃうと、こんな話をラジオでしていいのか問題もあるんですよ。聞くだけ腸活ラジオって言っておきながら、んなんて言うの ?YouTuber としての苦悩 裏話そういうのを、この腸活ラジオでしていいのかうーんちょっとね、自分の中で最近混乱してる <laughs>。そう、そして、混乱してるからこそ、整理してみようって思えていて、そう、これからね、ちょっと整理してみるところです。という、えー、近況報告でした <laughs>。 <laughs> こういう、なんていうのかな。YouTube 運営のメイキングとかラバは、やっぱり YouTube でやるべきかなーっていうのはちょっと思いますよね。例えば、まあ、最近使っている人が増えている、YouTube のメンバーシップ制度あれとかで、ちゃんと有料コンテンツとにするとかさ。それも、ちょっと考えてみてはいますが、難しいね。そう、だから、 ちゃんと整理します。もしこうした方がいいんじゃないとかあれば、アドバイスください。<laughs> てか誰にお願いしてるんだ <laughs> なんか今混乱中。<laughs> それでは最後にお便りを募集したいと思います。ロミラジでは随時お便りを募集しています。番組へのご意見、ご感想はもちろん、最近こういう腸活始めましたっていうような腸活の経験談や、 私、長谷川ロミへの質問、相談、などなど、何でもお送りください。お便りの宛先は、メールアドレス、アルファベット小文字で、長谷川ロミ、63、アットマーク、gmail.com です。お便り、お待ちしています。それでは、明日もいいうんちが出て、いいことありますように。 腸活研究家、長谷川ラムでした。おやすみなさい。